今回は、グロックのメカニズムを紹介します。薬室に弾が入っていれば、引き金を引くだけで撃てることから、類似ダブルアクションや、引き金を非常に軽く引けることから、類似シングルアクションと言われることもありますが、内蔵安全装置を3つ備えていることからグロック社では、セーフアクションと言います。初弾装填や発砲後、スライドが後退します。そして、スライドのスプリングによって、スライドが戻ると、薬室に弾が装填され、激進光弾のフックが、トリガーバー光弾の突起に引っかかります。この時の激進のスプリングは、約 70% しか伸びていません。スプリングの残り 30% を、伸長するためにトリガーを引きます。すると、トリガーバー後端の突起が、激震のスプリングを引っ張り、伸びきったところで、トリガーバー後端が下降して、解放され、激震が全身地雷管を打って、激発が起きます。最後にトリガーセーフティを紹介します。トリガーを引くと、トリガーに埋め込まれたトリガーセーフティも同時に引くことになり、フレームに突っか、得ていた出っ張りが、フレーム内に収納され、トリガーを引き切ることができます。